今回マイクラ実況、一番最初なんですけど、とりあえずですね、自分のワールド紹介ということで、まあ雑音が入ってくると思うんですけど、ご了承ください。はい。ゲストさんがね、今、ちょっと他のゲームをね、やっているんでね、はい、よろしくお願いします。今ノリノリですね、うるさい。迷惑。ということでね、はい、とりあえず、ワールド紹介ということで、まあ、いろんなところのワールド紹介をしていきたいと思います。これがですね、かぼちゃ自動収穫機。これが、サボテン自動収穫機。めっちゃ溜まってますね。はい。で、これがね、まあ、いろいろね、収穫するとこですね。はい。これは丸石製造機。これが、まあ、いろいろね、産食たち、いろいろ最安の人たちをね、ここに集めてますね。これが、家ですね。はい、一番大きくて、一番ここがね、はい、パクリ。はい、で、これ焼いて、もうめっちゃできてますね。はい、まあ、こんな感じですね、中は。はい、こう中なってて、ゴーレムはここに入ってきてますね。まあ、なんも特になんもないと思うんですけど。はい。で、こっちにも階段があって、この階段の下に隠し通路があります。で、下に行くと、はい、これですね。はい、このコーラスフラワーの音が飛び降ります。バグってる、バグってる。あ、大丈夫。はい、これで収穫することができます。はい。次はこっちの紹介ですね。こっちが、これで焼く装置ですね。羽がめっちゃ出てきます。これが、まあ、コーラスフラワーを置いて、まあ、自動で水で取ってくれます。あと、まあ、これもね、2個作りました。こっちに逆に。これめっちゃ溜まりました。凍りついてます。で、これは、カーペット無限図書機です。これはね、たくさんの、内側が、まあ、いろいろね、ポーションとか作るところです。はい。まあ、コードね、ここが繋がってます。はい。まあ、これ、あれ待って、脱走してるんだけど。まあ、いいや。これがね、まあ、なんか、かなり特徴的。で、こっち側が村ですね。これはね、いい人です。お、修繕ですね。はい。まあ、こっち側には、まあ、このビーコンね、あって、ビーコンがあって、まあ、発展してます、結構。はい。で、こっち側にはですね、ゴーレムが、ゴーレム製造の機というかね、まあ、そういった機構があります。これが、自動釣り機ですね。で、これが落ちてきて、こっちに流れてきて、下に落ちて、こっちに流れていく感じです。位置ずれでみんなこっちが来たんですけど、まあ、ちょっと放置するだけでこんな溜まって、だいぶ鉄ゲットすることができます。あとですね、はい、他の実況者さんもね、なかなか作らないんですけど、まあ、これですね、結構掘るのが大変で、作ってる人なかなかいないと思うんですけど、これが、スライムの、はい、スライムチャンネルです。はい、相当効率が良くて結構溜まってます。はい、4は来てますね、もうめっちゃ来てる。で、これがね、ちょうど、スライムチャンクは2チャンク続きだったんで、頑張って2チャンク掘りましたね。だいぶかかりましたね。はい。まあ、ずーっと1日中やってましたね。はい。まあ、第1の村はこんな感じですかね。はい。まあ、第2の村、第3の村、第4の村とか、まあ、結構もう村見つけて発展してるんですね。あともうエンダードラゴンも討伐したし、まあ、もう結構もう終わりに近づいてるんで、まあ、今後ね、新しいパートをね、やる可能性が
あるということで、まあ、その動画もね、ぜひ見てくれたらなと思います。はい。まあね、第二の村とか、ネザー、第三の村とかね、いろいろで紹介していくのはまた次回にやりますので、ぜひその動画も見てください。公開されたら、下の概要欄の方にリンク貼ってあるんで、でまあ、ぜひそこから見てください。はい、今回は、とりあえず自分のワールド、第1の村を紹介するということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。あとブログの読者登録もよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。